無理やり外に連れてこられたものの、一体何をすればいいのかしら。向こうの世界ではね、私は先生のリーダーとして常に気を張っていたの。だから死後の世界と関係のない場所で何かしていいと言われても全く思いつかないのよね。やめてよ。なんかそれ恥ずかしい。あんたからかってるわね。あなたも指揮官だったわね。あなたもやっぱり気を張っているの？同じね。私だって本当はただのか弱い女子。死後の世界ではいつも天使に対抗していたからボロは出なかったけれど、こうして戦いから離れて時間をただ遊びに費やせって言われちゃうとさ、戦線リーダーとしてじゃない素の私が出てきちゃうのよね。相手の言葉にうろたえたりする自分なんて向こうではあまり考えられないもの。何よその言い方。まあいいわ、もうどうせだから今日は普通の女子として遊んでやる。え、ほら行きましょ。こんな私あんたしか知らないんだから、私の気が済むまで一緒に遊び倒してよね。